What's up YouTube、今日のビデオはですね、実は私ついに新しいカメラを買いまして、ちょっと今日は簡単にそれをご紹介しようかなと思います。なんでまあ今撮ってるこのカメラはソニーのずっと使ってた2年使ったんかな、カムコーダーなんですけれど、ちょっと次のビデオからはって言ってもまだ使い方をちょっとまだよく分かってないのであれなんですけれど、次のビデオからはうまいこと言ったら新しいカメラで撮影ができるといいかなと思っております。なんかね、このカメラまだ使えるんですけど、こうやって録画できてるから。でもね、なんかこの間からやっぱりすごい調子が悪くてね、なんか録画したと思ってたものが録画できてなかったりとか、あとすごい寒い日になんか出してこうさあ撮りましょうかって思ったらなんか動かなかったんですよ。まあ iPhone でもすごい寒いところに持っていくとこう突然死んでしまったりとかするんで、あったかいところに持って行ってまた再起動したりとかしないといけなかったりするんですけれど、なんかまあ撮りたいと思った時に撮りたいと思ったものが撮れてないっていうのはちょっと困るなということで、まあいろいろ考えたところもありまして新しいカメラを買いました。というわけでちょっと今回はご紹介しようと思います。ですね、買ったカメラなんですけれど、キャノンの EOS M3 を買いました。たらーパチ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 。ですね、カメラ本体はこんな感じですね。なんか本物のカメラっていうとあれですけれど、なんかレンズでかいですね。でレビューは多分ネットでしてはる人がたくさんいると思うんで、私からはちょっとしないと思うんですけれど、なんかね撮ってみた感じすごいやっぱり本物のカメラって感じですね。でね、ミラーレスです。ちょっとウサギがカビかじってますけど、またミラーレスのカメラで、でね、ここがこうフリップスクリーンでこうやって自分の撮ってるところが見れるようになっております。はいでですね、これと一緒に、マイクロフォンを買いました。マイクロフォン、これですね、ロードのロードマイク、箱があるんでちょっと見せますねビデオマイクロっていうやつを買いました、ロードマイクで、まあ中身はこんな感じで、まあ普通にマイクロフォン、逆やマイクロフォンとスタンドとこのビュービューしたやつね、とこのなんていうの、風ブロックしてくれるやつがついてきて、あとなんかコードですね、本体、カメラの本体に接続するがついてきたんですけど、これをセットで買いました。でですね、カメラを選ぶときに私ね、ほとんどほぼほぼキャノンの G7X Mark II に決めてたんですよ、もうほぼほぼ。なんかね、 GoPro にしようか DJI Osmo にしようか、キャノンの G7X にしようかぐらいまで絞り込ん でちょっと GoPro のね、 Hero 6はまああんまり評判がよろしくない、なんかすごいいいっていう人もいるんですけれど、まあ私のやりたいことにちょっと違うかなというのと、あとはですね、GoPro の Hero 6マイクロフォンがすごい使いにくそうだったんですよね。でまあそれはちょっと今回はいいかなという話で、でまあ DJI Osmo、 ドローンを作ってるカンパニーと会社が作ってはるやつで、それを今でもちょっと買おうかなって、ちょっと2台目で買おうかなと思ったりしてるんですけれど、まあそれとキャノンの G7X で迷って、まあ、キャノンの方が多分バーサタイルというかこう多様性があって、まあ、いろんなところに使えていいだろうということでキャノンにしようと思って、ほぼポチりかけたんですよね。ポチりかけて、でいろいろレビューを見てハッて気づいたんですけど、キャノンの G7X はマイクロフォンの入力端子がないんですよ。これね、これが差し込めるとこがなくて、で今までソニーのこのカムコーダーを使ってて何がストレスやったかって、ちょっと風の強いとことか海辺とか行くと音がうるさくて声が拾えないんですよね。でこうバスの中で撮影とかしててもちょっと距離があったりとかしたら、もう声がちょっといきなり拾いにくくなるというか、ちょっともうちょっとディレクショナルのマイクがあったらいいかなということで、マイクロフォンを使いたかったんですよ。なんでこうマイクが差し込み口がないカメラはちょっとあかんということで、もうその瞬間で 99% 決まってたキャノンの G7X をもうやめて、でじゃあ何がいいかなって考えた時に、キャノンのね、 EOS の M6 を最初考えたんですよ。最新モデルのあれですね、M6 を考えて、でそれかキャノンの ADD は、DSLR やったかな、なんかすごい重たいやつですね、を使ってはるブロガーさんが結構多いので、まあ、それにしようか、キャノンの EOS M6 にしようかなと思ったんですけど、まあお値段が高い、大体ね両方ね10万ぐらい、1000ドル
ちょっと弱ぐらいすんのかな今で。ちょっと高いな、マイクも買いたいしなということで、いろいろ調べた結果、このね、キャノンの M3、EOS の M3 が、こう、フリップスクリーンがちゃんとついてて、G7X みたいに。で、マイクロフォンの入力端子があって、しかもこれね、2015年モデルやったかな、なんか2年落ちかなんかで、もともとね、これね、多分900ドル、800ドルぐらいするモデルなんですけど、発売当初。それがまあ2年落ちで、半額ぐらいになってるんですよ、今新品でも。で、レンズがついてきて。で、これにしようということで、まあ、これ、いろいろレビューも見て、結構レビューがいいみたいだったんで、まあ、キャノンの M3 を買いました、4の。まだちょっとあのビデオを撮影してないので差がちょっとわからないんですけれど、でもね、あのこの今撮ってるソニーのカムコーダーが大体ね9メガピクセルかなんかあったかな。でこの新しいカメラが確かに24とか25メガピクセルだったと思うんですよ。あ、 24.2 って書いてある、 24.2 メガピクセルよ。だからまあちょっと多分画質はすごく良くなると思うね、次回からなんですけれど、あれですね、画質が良くなったら顔のシワとかシミとか出るん違うかなとか思ったりしてるんですけど、まあそれはそれ、これはこれ、そんなわけでちょっと新しくカメラを買いましたというわけで。でね、私ね、カメラを買った時に喜んで、あのカメラバッグを一緒に買ったんですよね。そしたら結構ね、今まで気づかなかったんですけど、ほらソニーのカムコーダーこんなちっちゃいでしょ。でそのままカバンにポンと入れてこう移動してたから良かったんですけど、カメラね今回結構大きいでしょ。でね、これに伴って、あとキャノンはバッテリーが結構消耗が早いって聞くんで、こう追加のバッテリーも買ったんですよ。でそうするとこう、これレンズもでかいしね、でこれ入れて、でこれとね、あとマイクロフォンを接続するのにこうブラケットを買いまして、なんかそれとか、あとは三脚ですね。三脚もね、ちょっと今回はあの前使ってた安っぽいやつじゃなくて、ちょっといいやつ、手持ちの三脚ちょっと張り込んでって言っても40ドルですけどね、を買いまして、なんかそういうのを全部込み込みで持っていこうと思うと、こんなちっちゃいカメラバッグには入らなくて、ちょっとカメラバッグ買い直しになるかなという感じなんで、もう返品してしまったんで、ちょっとまたあの新しいの買ったらお見せしようと思うんですけれど、そんなわけでカメラを買いました。すっごい嬉しいです。なんかね、2年ぶりに新しいカメラ買って、早く試してみたいなっていう思いもありますけれど、まず説明書を読まないと、私全然機械音痴なんで、なんかね、でも楽しみですね。いろんな編集とかもできそうやし、そんなわけで、はい。じゃあまあ、あの、取り急ぎではありますけれど、カメラを買いましたというわけで、あの、いろいろ皆さんコメントでお知らせっていうか、あの、こんなカメラどうですかって教えてくださった方、本当にありがとうございました。あの、全部 Google で検索して、これはどうかな、これはどうかなって検索して、あの、調べさせてもらって、本当に、あの、参考になりました。ありがとうございます。感謝でございます。はい。あのね、DJI Osmo は、でも、未だにちょっともしかしたら、あの、買うかもしれないと思ってますね。あのこっちのキャノンのカメラをこう家で撮るよとか、まあ、ちょっとあの余裕がある時用にして、 DJI Osmo をこうちょっと外に行く時とか、こう気軽に撮れるようにするかもしれないなと思っております。はい。なんでかって言ったら、あの DJI の方はあのマイクロフォンがやっぱり同じようにこれも使えるんで、ちょっともしかしたらもうちょっとお金貯めてそっちも買うかもしれません。はい。まあ、そんなわけで今回のビデオは新しいカメラを買いましたというわけで。はい、じゃあまた皆さん次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。